スチーブン合成あるいはスチーブンアルデヒド合成とは、有機化学における合成反応の一つ。塩酸酸性化、ニトリルに塩化鈴を作用させ、加水分解後にアルデヒドを得る手法。イギリスの科学者、ヘンリー・スティーブンにより開発された。常識の通り、ニトリルと塩化鈴からまず塩化イミニウムが生じる。これを加水分解すると、アルデヒドに変わる。 同様の反応として、二級アミドに五塩化リンや、リン酸トリクロリドなどを作用させて、イミド酸塩化物とし、これを塩化鈴で還元してイミニウムとする手法がある。これは報告者にちなんで、ソン・ミューラー法と呼ばれる。スティーブン、h a ニュー s y n シ h e s i s of a l h e J.Kem, Salk,、so、Trans, 1925,127。19 1874から1877、ドイ、10.1039、CT92 億5270万1874、ソン、A ・ミューラー、E、バー、ドイツ、ケム、ジズ、1919 19、52、1927から1934、ドイ、10.102、クバー、191億9052万1000に、実施例、ウィリアムズ、 j w ウィトン、C.H. クリニツキ J.A.O. トルアルデヒドオーガニックシンテシーズコルボリューム 3, P818 ボリューム 26, P97 オンライン版。ありがとうございます。